景色が最高、見て。おはようございます。今は朝の6時30分です。朝日がとっても眩しい。これから出発します。みんな準備してます。到着しました。これからカヤックやります。結構寒くて、気温多分何度ぐらい、7度とか6、7度ぐらいしか多分なくて、で川の水がすんごい冷たいらしいんで、ちょっと不安だけど、まあ太陽がもっと高くなると相当暖かくなるので、それまでちょっと凍える感じですかね。これから2時間のカヤックです。素晴らしい景色が見れると思います。ボートに乗り込みました。ボートっていうかカヤックだね。私のパートナーはひのこちゃん。ヨロー。初めてでめっちゃ緊張する。出発しました。みんな上手に漕いでます。やめな、スミを進め、漕ぎます。本当にこういうシーンあった、やった。スミ頑張れ、スミ頑張れ。スミの仕事って簡単にできたんだけど。 Now, this is your Navajo sandstoneDinosaur footprints scattered around, and it's still 400 feet out in the main channel. What kind of got this? 182 million. Amazingly beautiful. 私も漕ぎます。今から陸に上がるんですけど。ここは絶対靴脱いで水に入んないと上がれないっぽくて、絶対水冷たいよね。 Should I go? Yeah, you're ready to go. Yeah, I'm ready. These are shoes in. I'll grab the boat. Okay. Oh my god. 生誕濡れちゃった、最悪。 So cold.寒すぎちゃって、このガイドの人がこれ貸してくれて、このジャケットはこのお兄さんが貸してくれました。 Thank you so much again. It's amazing. Thank you. みんな優しい。早く日向に行きたい。寒い。あったか。まあでもどの国行ってもあるけど、自分の名前掘っちゃったりとかしてひどいですね。皆さんは真似しないでください。じゃあちょっとスイッチャー撮って。大丈夫、ちょっと待てるかな。大丈夫。グループからはぐれました。やばい、最高。追いついた、来ました。ずっと来たかった場所。この間を歩いてきました。なんかこのアリゾナは時間が違うっぽくて、なんか春の春なの携帯だと11時27分なんだけど、ひろこちゃんは10時27分。なんででしょう、なんででしょう。なんだっけ、何タイムっていうんだっけ。ナバホタイム、こっちがナバホタイムだよね。そうだね、そう。どこいんだろう。ナバホさん。ナバホです。
go! なんてピースフルなんでしょうか。水も透き通ってます。カヤック終了しました。みんなどうだった？めっちゃ綺麗だった。めちゃめちゃ、もうこれは最高、別世界。普通のアンテロープより全然、ね、行ったことないけど、普通のでもいいと思った、はい、でもとにかく肩とか腕がマジ痛い。パンパン。で、あの帰りのストロークが意外にこの地味な坂道がすごい応えます。でもすごい良かったよ。今ですね、ランチ休憩に入りました。立ち寄ったのはこのバーベキュー屋さんです。この中でバーベキューグリルするのすごい。土管の中に薪を割ったやつ入れてそこでグリルしてるみたい。ここで前シルルが食べたことあってすごい美味しかったんでしょ。 The best. で、私たちが頼んだのはこのナンバー8、そして地元のビールを頼みました。これが噂の地元ビール。じゃーん。これ私頼んだやつ、シルスナ。こっちはなんかダークなビールみたい。スガフでいただきます。うーん、はいよ。はい、あらー、お疲れ。お疲れ、乾杯。お先。はい、はい、チーズ、乾杯。チーズ。乾杯。Can't wait. Go ahead. All right, keep on. いただきます。すごいテンダー。ちょっと見え、そのナプキンちょうだい。はい、船長。ありがとう。スミーって何かっていうと、ピーターパンのなんか船長に仕えてる人。それが昨日の夕食の作る時に私がクッキングしてたからクック船長になって、でアシスタントだったからスミー。ワークアウトの後にビールにリブ。イエーイ。ペイジから、今これからドライブで多分1時間2時間ぐらいと走ってセドナに戻ります。さようならペイジ。今ですね、ネイティブアメリカンのなんかこの道の駅的なお土産屋さんに行ってみたいと思います。こういう感じ、かわいい。じゃーん。これ春菜とお揃いで買いました。で、これはシルルが買ってくれました。私のトラウマから生まれるネガティブなエナジーから守ってくれるということでありがたい。 Thank you so much! Bye! 今ですね、エアポートヨメサに向かってます。セドナに戻ったよ。パーキングしました。綺麗。エアポートメサまでトレイル歩いてるとこです。疲れてきてる。朝から相当アクティビティこなしてるからね。ドライブしたし、そうね、カヤックにだいぶ体力持ってかれました。このポコってなってるこの山がエアポートメサって言って、磁場が渦巻いているようなスポットで、セドナの4大ボルテックスの一つだそうです。春菜先生。はい、はい、エアポートメサです。はい、ここは、はい、セドナが一望できる、お、ことですらしいですということで本当に一望できます。ちょっと上まで登ってから皆さんに景色を見ていただきましょうかね。はあ、今頂上に到着しました。ほら見てこの景色。大満足。この素晴らしいこんな景色の中でヨガマット持ってきたのでヨガやりたいと思います。2021年3月28日満月です。日がもう少ししたら沈みます。寒いです。あのもうちょっとで太陽が沈んで向こうに大きな大きな満月が現れる予定なんですけど、未だにまだ見えてません。寒いんでこのヨガマットに入ってます。
これはめちゃめちゃ暖かい。太巻きだよ。太巻き。やっと月に見えました。あのおじさんよかったね。ねー、私たちはもう寒すぎて待つことできず諦めました。あー、こんなに綺麗に見えるの。お疲れ様でした。お疲れ様でした。頑張ろう。はい、泊まるお部屋はこんな感じです。で、これキッチン。疲れた。とりあえずお風呂入りたい。